んにちは。着物リメイクアーティストのまゆです。今日の作品のテーマはズバリまゆです。白大島で作ってみました。下にゴムを入れてバルーンの感じにして丸っこく眉をイメージして、そこから蝶々がさなぎから蝶々に帰って飛び立つ様子。でも本当は蝶じゃなくてがなんですよね。そこのとこはスルーしてください。で、本当に着やすいです。それからこの白大島、今作り手さんがあまりいなくてすごく貴重になってます。私はリメイク作家なので中古の着物を集めてるんですけれども、なかなか手に入りません。これたまたますごくいいのが手に入りました。中古といっても高いです。着物の時は100万近くしてたと思います。で、このゴムが嫌であれば取っちゃえばこうフレアのワンピースになります。するとこの蝶々、これだけ何匹ついてるかな、30匹ぐらいかな、もっとかな。このまま着れるのは多分私だけかな。なので皆さんは恥ずかしかったらこれ取っちゃえばいいですよ。で、この蝶々なんですけど、私よくね、作り方を教えてくれっていうお問い合わせがとっても多いんですけれども、今この間3月号だったかな、ワフと手作りという本にちょっと作り方もご紹介させていただいたんですけれども、すごく簡単なので、この蝶々の作り方もお教えしようかと思うんですけども、いろいろ考えてキットにすることにしました。そしたら材料の手配もいらないし、で今まだできてないんですけれども、おいおいご紹介したいと思います。多分小学生のお姉ちゃんでも簡単に作れると思いますよ。男の子でも大丈夫。ということで、今日のマユというタイトルのワンピースいかがでしょうか。ちょっとアートしてると思います。ではまた次回お楽しみに。